職業用ミシンのシンガ188シリーズは1950年から90年代まで宇都宮のパインミシン製造会社で製造されました。中でもこの188はシリーズの中でも最も古いモデルで、1950年から60年代に製造されたものです。シンガーの宇都宮工場は1954年にアメリカシンガー社がパインミシンの株式の半分を取得した時に創立されました。ここで作られたシンガーミシンはシリアルナンバーが TA から TY のアルファベットで始まっており、その後に6桁の数字が製造順に振られています。ところでテーラーズマシンと称されるこの188、そもそも世界には職業用というミシンの分類はあまりなかったようで、ほとんどが家庭用と工業用の2種類です。モーター付きミシンがメジャーとなる前は、職業用足踏みミシンは日本では特に需要がありました。その背景を探りつつ、足踏みミシン188が活躍した時代について見ていきたいと思います。戦後、繊維製品やミシンは日本の主な輸出品目として発達し、海外での需要が飛躍的に伸びていきます。国内でも家庭用ミシンや職業用ミシンの売り上げが急増しました。そして戦前より失業貧困対策事業の一環として、全国各地に洋裁教育が開催されます。そこは戦後も軍人遺族や戦災者の救済の場となり、洋裁教育や仕事の斡旋などが行われていました。戦後はほとんどの人が洋服を着るようになりましたが、まだ一般的な洋服の既製服はなく、ミシンを扱える人は限られていました。この時代、ミシンで裁縫ができれば比較的高い収入を得ることができたのです。やがて全国に洋裁学校が開校し、洋裁ブームとなりました。婦人雑誌でも洋服のデザイン、作り方について多く取り上げています。この頃から金谷製工業の洋裁店が増えていきます。シンガ188の足踏みミシンが大量生産されたのはちょうどこの時期でした。私の祖父も仕立て屋で、戦前から藤沢でオーダーメイド紳士服の洋服店を営んでいました。作業場には複数のミシンがあり、職業用足踏みミシンも使われていました。職業用ミシンの大きな特徴は、早くパワフルにきれいに縫えるという点にあるでしょう。垂直前回転釜で高速に強く、ベルト車が家庭用よりも大きいので、回転すると大きな推進力を生み、一踏みでスピードが出ます。ロータリーフックは家庭用の半回転釜よりもはるかに動きがスムーズで、音も静かです。家庭用よりサイズが大きくて懐が深い。工業用より軽くてコンパクト。直線の縫い目も綺麗です。こうした特徴が金谷製工業規模の洋裁店のニーズに合い好まれたのでしょう。戦後しばらくの期間、ほとんどの服は仕立て屋さん、
あるいはご近所の家や家庭で作られていました。1950年代になるとミシンは一家に一台の嫁入り道具になります。当時多くの女性は結婚後に家庭外で労働しなかったため、家計を支えるために内職で裁縫の仕事を請け負っていました。職業用足踏みミシンは家庭用としてももちろん、内職仕事用のミシンとしても主婦たちに愛用されてきました。1960年代昭和30年頃には国内のミシン販売が激化していきます。やがて高品質の既製品はお店でも入手しやすくなりました。同時に個人の洋裁店もだんだんと少なくなっていきました。1970年代昭和40年代には家庭でもミシンの使用頻度が少なくなっていきます。この頃から多くの足踏みミシンはポータブルの電動ミシンに改造されました。そしてシンガー188シリーズの製造も1990年代には終焉を迎えます。ミシンは日本の近代化において中心的な役割を果たしてきました。中でも職業用は洋裁収入を得ている人たちにはとても重宝されました。日本の女性は昔から針仕事に慣れ親しんでおり、家で着物を縫って古くなったらリメイクし、最後は雑巾になるまで生地を無駄にすることなく使っていました。戦後の混乱期に洋裁で家計を支えた女性が多かったのは、そんな土壌もあったからだと思います。電気を使わない職業用足踏みミシン、シンガー188は今でも変わらず現役です。